カノン、っていうか、リノンだな。UBB は、BB ゲージの、上昇量お、そうか。上昇量。まあ、エルザ乗り出すけどみたいな感じだな。微妙な感じで、悪くない。悪くない。ヒールもできるんです。悪くないんです。まあ、エクストラスキルも、すべての状態以上無効化する。はい。アニマで嬉しい。あれが3体目の新しいユニットだな。次!また新しいで、新しいユニットで。ああ。ディーン。ポイントだな。はあ。35回だから新しいユニットっていうかボーナスは新しいユニットで理性か理性か雷属性の劣悪に、ゲットしてみたんだけどまあゲットしたんだけどまあ結局入れなかったんだなここで手に入れるかあとはね、ラガはまだ持ってないので、前回のシリーズから。ブレイカー、あ、ポイントだな。37かな。ミジ狙ってください。なってません。またヘルミウスか。ログネウスだね。シオンの。うわぁ。38。まあ、こいつはね、2ヶ月前ぐらいかな。わしななわには、したんです。アニマ。知らん。結構、強くて使えるキャラになってるんです。ですわ。39。うわ。まだまだ3台使えなかったんです。新しいユニットは。つらいなエミリア、オラクル。死ならにしてくれるのかな結構人気あるだったんですね。結構に人気あったんです。40回目かな虹です。おーディオンディオン、ディオン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 パンチ。はあ、新しいユニットの水属性。やった。何枚？あれ、タイプ？アニマ！これは確か、キックリの4、T、じゃないんだ。メディナだね。メディナは、そうだね。新しいキックリなんです。まあ、SPB はキクリと同じだね。ヒーダメージ、GBB ゲージがそうか。と、味方の BB ゲージがかなり上昇。
うわぁ、これ使えるんだな。使える。まあ、これ、メリーランがあると、まあ、キクリはね、多分ね、もう、使わないかも。まあ、敵が雷属性だったら、まだ、キクリはまだ使えるんだけど。嬉しい !4 体目のは出ました。あ、もう40回だからボーナスですね。新しいユニットなのかな?ゼルハーか。ゼルハーだね。うわぁ、41回。もう4回で、もう4体出ましたね。嬉しい。あと2回です。あと2体。人気です。ディオノはまだ。あいつもこうなってるんだが、惜しいユニットはまだ出ないんです。ディオンバーシュまたカノンか。アニマです。3体目のかな、アニマ。うわぁ。42回だな。虹になってくれるのかな、ほかに。うわぁ。希望があります。ディオンだな。ディオンパンチ!来ると。で、海外版の名前はね、なんか、コルトになってるんです。クルトではなくて、コルトです。なんだそれも。アニマ、ハアニマだね。あ、アニマ持ってます。育てました。育てたのはアニマだったんです。ちょっと待って。反省いけるのかな?はい。43だね。うわぁ。みっ!エリモだな。ほら来る。まあエリモは結構ね、スカイルやつになってるんです。スカイルユニットなんです。今、推しなのにしてくれたから、すごくスカイルユニットになってるんです、今は。うん、44だな。右です。ディオンだな。ディオンパンチ!またユラ。これいいね。さっきはオラクルだったから、もっと他のタイプが欲しいんです。タイプは?2体もオラクルか。これ辛いな。45だな。返事出して。新しいニード出して。ディオンだな。ディオンバッチまたユーラです。これなんだ ?3 体も。残念だったなぁ。と書いてあります。残念だね。残念だったなぁ。俺なんか召喚しちまって。まあ、これも運命ってやつかもなぁ。これ、むかつくないな。で、今回はアニマでお願いします。ブレイカー悪くない